仮、1年ぶりの参戦、今年のテーマは失礼いたしました、失礼しました、1年ぶりの参戦、今年のテーマは明智光秀の本能寺の変、浦座とは少し離れた内容ですが、お客様の記憶に残る演舞ができるよう精一杯頑張ります。浦座というより大河ドラマみたいですね。それではあかりさん張り切ってどうぞ。皆さんこんにちは。心を灯すと書いて明かりと言います。よろしくお願いします。先ほどご紹介にもあったんですが、明智光秀が織田信長を討ち取りに行くという本能寺の変を舞台にした作品となっておりますので、どうか一生懸命演舞してまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは参ります。時は今、尼が親しるさつきかな。せいはっ。泣くぞ。決めても歌って踊って喜びまといて舞い踊れ。さあさあさあやれ、良き祭りよ。はぁセイハぁ。我らを神に変え願わくは、我らが歓喜と果てなき戦の夢、悲しき一元の夢解け。天に灯る心の輝きは、静かにその世界を照らす刻んだ地に終わりを告げ、歩んでゆく仲間の別れを誓いよう、さらなる舞台を沸かすために溢れる雫は今思いむせ、
ありがとうございました。それでは九州ロードの方にお願いします。ありがとうございました。